今月27日の安倍元総理大臣の国葬に向けて、警視庁はきょう東京駅で不審物がないかを調べる様子を報道陣に公開しました。警視庁は多くの人が利用する交通の要所の一つである東京駅で、警備犬を伴いコインロッカーに不審物がないか入念に調べるなどパトロールを強化しています。今月27日に日本武道館で開かれる安倍元総理の国葬には、国会議員や海外の要人など6000人程度の参加者が想定されています。丸の内警察署の前田敦署長は、国葬に向け万全の体制で警備に臨みたいと意気込みます。国内外の要人の安全をしっかりと守ることはもとより、東京駅のような大きな施設を利用される皆さんの安全を守るために、駅の関係者の皆さんなどと連携をしながら万全の警備体制を取ってまいりたいと考えております。